はじめまして。私の名前は伊藤健と申します。現在台湾国立師範大学の教育研究員で教育カリキュラムの勉強をしています。国内でも言語を勉強することができます。しかし言語を勉強するということはただ語源を勉強するだけではなく文化や歴史、習慣などさまざまなものが含まれています。海外で勉強することによってより良い言語を身につけることができるからです。さらに最も大事なのが海外ではさまざまな友達を作ることができるからです。私は台湾人がとても好きです。なぜなら台湾人には日本人にない特別な優しさを持っているからです。さらに私は台湾の繁体字こそ真の中国語だと思っております。台湾大学はとても優秀な学校であり特に教育面には力を入れており先生になりたいという小さい頃からの夢を叶えるためにこの学校を選択しました。現在は日本と台湾の道徳教育に関する論文を書いています。多くの時間を図書館で過ごし自分の論文に関係する書籍や資料を集めています。私は台湾人と日本人の上下関係に関する考え方が違うと思います。日本人にとって上下関係はすごく大事なもので先生、先輩、後輩などをしっかり区別します。しかし台湾では上下関係をあまり重視しないためのびのびと生活することができます。台湾で得た重要なもの、それは友情です。台湾の友達は無論、特にバスケ部のチームメイトには本当に感謝しています。彼らがいたから今の自分がいるのです。その最高のチームメンバーと去年全国大会で優勝することができました。この思い出は今も忘れられません。私は台湾はとても素晴らしい国だと思います。しかし遊ぶということと住むということは異なります。最も重要なのが台湾の文化と習慣に慣れるということです。例えば台湾は日本のようにあまり清潔ではない場所もあります。さらに飲食方面についても少し慣れない部分もあるかと思います。なので初めの頃はいくつかのカップラーメンを持ってくることをお勧めします。言語の教師になることが僕の夢です。将来は教育に関する仕事に従事したいと思います。場所を選びません。学生が必要とするならば僕はどこへでも行きます。